ブルーエンカウントの新曲、有罪布告が4月29日0時に配信リリースされることが明らかになった。有罪布告は、連続ドラマ、弁護士ソドム、テレビ東京系の主題歌に採用されている楽曲。ドラマの脚本を読み込み、その世界観に寄り添って制作されたという書き下ろしの新曲だ。28日にドラマの初回放送の中でお披露目された。配信リリースに先駆けて、22時半頃から FM802、ロックキッズ800に、リサリトフライデーにてフルサイズの音源をオンエア予定とのことなのでそちらもお聞き逃しなく。